ごきげんよう、とこボンドです。ついに僕のチャンネル登録者が100人超えました。いや、ついに超えたね。100人記念動画何しようかな。まだ記念動画とか何も作ったことないけど、何かやりたいよね。だって100人登録者がいるってことは100人も見てくれてるってことだからね。まあ何かやることはね、後で考えときます。まあ、とりあえず今回ね、この進化の巨人というゲームをやっていこうと思います。これキャラの説明かな。趣味キョロキョロなんだそれ。タイタンの元の姿、元は巨人ってことだね。まあ、この巨人を育てていくようなゲームなんだけど、普通にクリックで、あ、倒した。倒せるんだね。ちょっと同じ仲間っぽいけど。で、お、なんか経験値もらえた。倒した。あれ?これを吸収して、あ、経験値もらえるんだね。20まで行くとレベルアップなのかな。よし、じゃあどんどん倒していこう。進化来た。ちょっと身長伸びたぞ。趣味、ウォーミングアップ。ちょっと成長したタイタン。背中も髪の毛も伸びていくとこを見ると、ますます人間によく似ている。あれ?人間育てるのかな?一応巨人を育てるんだけど。もうちょっと髪が生えてきたってことだね。あ、ちなみに言っときますが、進撃の巨人とは一切関係ないゲームですね、これ。まあ、やっていこう。これでまたクリックすれば、倒せるね。これなんだ?肘をぶつけて倒せるのか。よし、じゃあ吸収していこう。よし、さらに、成長するため、みんなを食べていくぞ。これが巨人だからね、もう。よし。なんだ?このボタンをタップして、フィーバーモードを起動してください。え、やばい。え、なにこれ?始まった。来た来た。来たよっしゃ、行くぞ行くぞ。フィーバー来た。行け行け。取りまくりだ。取りまくりね、これ。いくぞ。ほい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 。進化来た。おお。ジャイアンっぽい。筋肉疲労。獰猛な顔つきをしている形態。弱肉強食の日々のせいか、心を失っている。その表情も心の裏面を映した証を思われている。感情を失ってきたんだね。タイタンの元を食いすぎて、もう、頭がいかれてきたのかな。いや、もう、なんか、ちょっと前はね、人間っぽかったけど、どんどん巨人の感情になってきたってことだね。お、え?これ、殴り。もう倒し方が殴りか。口に入れてるよ。もうどっかで見たことあるような巨人の食い方だな、これ。よし、成長させてくだめ。どんどん食うよ。お、次の進化来たよ。どんな巨人になるか。なんだこれ。もうなんか間抜けな顔だな。趣味、自己反省。反省してきたのかな?命は食にあり。名言っぽい。食事しか眼中にないタイタンは、効率より食べられるには、巨大な口に進化してきた。口がでかくなってきたんだね。ギロチンのような鋭い歯で、口に入れたものを、全部バサッと綺麗に。キリオとスドは朝飯前のことだ。説明がちょっとずつ怖くなってきたんだけど。なんだ?ちょ待って、なんか始まったぞ。うわ、でもでかくなってきてるね。うわ、なんだ今の倒し方。やばい、これは。どこで倒してんだ。こいつの巨人だけには倒されたくない。口に入れて食ってるな、これ。とんでもない攻撃だ。よし。
どんどん成長していくか。あ、でも足りないな、全然。次の進化まで全然足りなくなってきた。これが最後か。最後のご飯。フィーバーできない?あれ?またなんか始まったね。広告見ないと、フィーバーならないのか。仕方ない、見とくか。よし、これで、フィーバーは?あれ?もう一回見ないといけないのか。あ、フィーバー溜まったね。よし。じゃ、この巨人食べて。連打の準備をして、いくぞ。来た、ルフィーバー、よっしゃ、やばい。素早い、素早い。いいよ、いいよ。連続。連続攻撃。動きが。よっしゃ、進化来た。次はどうなる?またとんでもないことに、趣味、花掘り。花掘りってなんだ?ほじくるのが趣味なのこれ。花ほじほじが趣味なんだね。四足歩行へ、異変している状態。人間の姿から離れた姿は、綺麗だと思えないが、足の速さだけは右に出る者はいない。まあ、四足歩行になって足速くなったのか。生存に関わる競争に必要なのは美しさではなく素早さに間違いないだろう。もう美しさを捨てて、とにかく素早い形になったんだね。そもそも美しさ目指してたのか?お。あ、こんな感じで倒すんだね。で、おお、え、じゃ、食べ方が、加える感じか。犬だな、もう。いや、それ言ったらもう犬に失礼だよ。てか、よく見ると、鼻掘りしてるね。一瞬だけど。広島どんどん出してこう。これが最後だね。もういないのか。まだまだ、お腹空いてるのに。さ、あれからやってね。もう少しで進化のところまでやってきました。早速食ってこう。さあ次はどんな姿になってしまうのか。来た。おお、え?趣味、四足でロックンロール。自分の顔も受け入れできないのなら、どうやって他人に顔を合わせるであろう。巨人なのに、顔とか気にしてたんだね。確かにちょっとだけなんか可愛く見えてきて、下は正直気持ち悪いけど、4本足になってるのかこれ。腕も4本だし、性別はどっちなんだ?え、待って、足が、なんだこれ。お、そういう倒し方?足で蹴る感じになったのか。え、なんだ今の。どっから食った?ちょ、ブラックホールが生まれてるんだけど、もう食うというより吸収してるな。これがロックンロール巨人か。まあ、全てを倒せこう。よし、倒しきったね。経験値70か、これで。まだまだ、経験値が足りない。広告見ていくしかないか。よし、フィーバー。たまりました。本気で、もう連続で押しまくるか。行くぞ。はい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 あ、生きてますからね。今、声が止まってたけど、ちゃんと生きてますからね、僕。よし。いや、でもまだこれ全部取っても、経験値まだ食べないといけないのか。大変だね。でもまだ進化のため、頑張っていきたいと思います。え、なんだこの広告。え、これゲーム?え、これスマホのゲームでできるのかな?めちゃくちゃリアルなんだけど。
これはやってみたい。ピクサー風な。おお、スマホのゲームでこんなんできるの？今の時代。え、なんだこれかい。こんな感じのゲームだったのか。騙されたな。 3D だと思ったらこんな感じだったのか。いや、これはいいや。よし、ここまで来たね。あと一匹で進化かな。来た。それじゃあ食ってこう。よいしょ、進化来た。どうなる？おお、ドロドロなんだけど。え、評価は後ででいいか。趣味、将来の自分探し。100日間も咲き続く花ではなく、永遠に生きていく命や細胞や、もちろんありはしない。なんでこれ毎回花とかなんか美しいものに例えるんだ。巨人なのにね。美しくなりたいっていう感情はあるのかな、巨人。いや、でかいな。よっしゃ。もうなんだこれ、普通に通り過ぎただけでやられてくんだけど。え、どうやって食ってんだこれ。あ、普通に持ち上げてくんだね。このドロドロの部分から飲み込む感じじゃないのか。失敗した巨人みたいになってるよ。もう虫で言うサナギってことかな、今。よし、まあフィーバーまで貯めとこう。さあ、フィーバー溜まりました。その前に、もう少し進化なんで、進化からやっていこうかな。この次の進化こそ、成虫になってるんじゃないかな。まあ、食ってこう。よし。来た！さて、どうなる？あれ？縮んだ、けど。あれ？退化してないか？大丈夫か？趣味、鼻歌。多くの経験を積み重ねて成長している、連達のタイタン。いろんな経験した結果、こうなったってことか。いや、なぜだ。ここまでたどり着いた巨人は、まるで、企業に必ず見えているボスの裏側にいる花形である。いや、まだまだこの形で進化するのか。お、攻撃なんだ、今。え？なんか、電気みたいなの生み出してる。いや、なんだそれもう。おや、食い方。食い方がなんか可愛いね、これ。ペットみたいな。頭を横にして食うんだね。いや、次の進化まで1200も経験値いるのか。大変だね。まあ今回はこの辺で終わっとこうかな。進化の巨人というゲームでした。巨人って強そうだけど、でも、巨人にはなりたくない。こんな、トロトロした形にはなりたくないからね。まあみんなも巨人には気をつけましょう。それじゃあ、面白かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。最後、フィーバー行くぞ！よし、行くぞ！無駄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